リチャードロー安井のベッケナー。はい、第93回のベッケナー、今回はリチャードローの安井が担当します。で、まあ前の時もなんかギターのなんか話をしてしまったんですけど、今回実は話のネタあるのはあったんですけど、物を用意してなかったんで、また、ちょっとギター持って、一番これがやりやすいのでギターの話をしたいと思います。まあ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 、いつも通りリチャードローの安井がよくやるギターの演奏方法ということで、今回はですね、まあよくやるというほどやってはいないんですけど、どっちかというと自分が好きなだけであって、そんなに多分ね、リチャードローの過去の曲とか聞いててもあんまり、あ、まあやってるのはあるのはあるんですけど、うん、まあ難しいな。まあまああるのが、そのカッティングというギターの演奏方法、あのこのブラッシングがの音が入るような、とかやるような時とか、あとコードで、コードで弾く時にカッティングのこのブラッシングの音って言ったらいいかな、こういうのを入れたりするの演奏方法をまあちょこちょこするんですよ。で、ちょうど今回、今回っていうのはまあもう1ヶ月、2ヶ月前かな、あの新曲でハーシュライジングっていうのをやった時に、あのこれカッティングのフレーズなんですね。この細かいミュートとか入れながら音をまあ途切れさせる、切る、まあこういうふうなを、まあイントロからちょこちょこと弾いててやってたんで、まあ今回そのカッティングを紹介してみようかなと。で、まあ過去作で言うならファンクスターもそうですね。何やってたかな、多分ね、今思い出せないだけでちょこちょことあるとは思うんですけど、まあそのカッティング、まあ、やり方の説明をするならば、まあそのままなんですけど、音を伸ばさずに、まあ左手で押さえんのを離すと、あと右手でミュートする、まあどっちでもいいんですけど、まあその音を入れながら、このブラッシングの音ですね、まあいろいろやり方はあると思うんですけど、で、あともっと大胆にね、さっきも言ったけど何本かの弦を一緒に弾いちゃって、あのコードで鳴らしてて、っていう風なカッティングの仕方もあるでしょうし、なんかもっとクリーンサウンドにして、まあ今フレーズが思いつかないですけど、うん、こんなこういうような音が入るやつですね。まあ、やり方は多分いろいろあると思うんですよ。あとなんかワウを入れたりとかするのも、ワウ今聞くかな、だいぶ雰囲気が変わりますよね。これワウなしにすると、うん、なんかこういうふうな武器もありますしね。あとなんか、エフェクトでフェーザーかけたりとかするのでも多分だいぶ、うん、同じフレーズだけど、まあそういうエフェクト使って効果つけるのもなかなかカッティングでは面白いんじゃないかなと。まあそれはさておき、リチャード・ローの安井さんの場合のカッティングのパターンが多い、安井がやる多いカッティングのパターンで言うと、そのどっちかというと単音で弾いてる方が多いですかね。
ないか。あ、でもそこそこやってるかな。こうやって細かいミュートしながら入れるのもやってはいますし、さっき言ったあの新曲みたいに結構大胆ですよね、音の幅が。ここもコードで弾いてますね。あ、やってるわ、結構いろいろと。うん、結構いろいろやってますね。でもまあ、そうやってカッティングを結構使うのが好きであったりします。はい。だけど、どちらかというとね、歪ましてこうドギャーンってやっちゃってるのが多いので、あまり勝ってない僕のイメージですけど、あまりカッティングをする人とは思われてないんじゃないかと思うんですね。で、まあ我々世代でいうと俺よりかもうちょっと上の世代なんですけど、まあ日本でも有名な布袋寅泰さんという僕の憧れのギタリストの方が、以前ボーイというバンドでバッドフィーリングという曲が、やっぱカッティングの曲ではかなり有名な、っていうか多分みんながコピーしたんじゃないかっていう。できるかな。うまいんちゃう。練習してへん割には。そうだ、こういうフレーズがずっと練習とかしてたから、やっぱどっかに残ってて、まあ、真似をするというわけではなくて、まあ、どちらかというとその影響が、強く受けているので、なんか単音でってやるよりかは、なんかこう大胆な動きがある、うん、やり方が結構好きだったりしますね。やっぱりカッティングしようと思ったら最近に思い浮かぶのが、さっき弾いたバッドフィーリングのフレーズがドンとあるので、なんかそれっぽいことをしようっていう意味ではないんですけど、どっかしらそれが残ってて、さあなんかカッティングのフレーズを入れたいなと思ったら、そういう風な感じのにこう寄っていくところはありますね。多分その世代的なものもあるかもしれないですけど、布袋さんが好きだっていうギタリストの人は、なんかやってると思います、似たような曲を。バッドフィーリングみたいなギターが弾きたいみたいな感じで曲作る人とか多分いてると思いますけどもね。はい、まあそんな感じでですね、まあいろんなパターンは本当にあるんですよ。さっきも弾いたように、コードでジャカジャカってやるのもカッティングといえばカッティングですし、単音で細かく、なんかもっとすごいもうファンクな感じのバンドの人とかはかなり得意だと思いますし、あと、まあこれもまた日本代表するギタリストの一人ですけど、チャーさんとかね、ああいう方、ミクスチャーと言えばいいんでしょうか、なんかいろんな曲のやってる人とかでも、なんかそこにこうカッティングのフレーズがポッと入ったりすると、おおっていうふうに思いますし、そのチャーさんのね、カッティングもすごいかっこいいんですけどね。まあそれはまた別の機会でお話をしましょう。まあそんなことで、まあリチャード・ローの安井がカッティングするときは、なんか割と、フレーズを、なんか動きのあるフレーズでカッティングすることの方が、多いというよりかは安井が好きだっていう感じで、カッティングをやってたりします。まあでもどっちかっていうのは、やっぱり俺はグイッと歪ませてギュイーンってやる方が好みではあるので、まあ、あんまりやってるシーンは、少ないですけど、まあそういうカッティングとかのギターをもっと歪みを抑えて、やるようなギターも実は好きなんですよっていう話でした。はい。またまたギターを持って、そういう話ができるときは、なんかいろいろネタを考えてこようと思います。多分ね、もっといろいろあると思うんですよね、ギターのことで。リチャード・ローのギターこんなことしてるよっていうのが、まだまだあるので、機会がある限りまたまた話していきたいと思います。まあ今日はこんなところで終わっておきましょう。はい、第93回、リチャード・ロー・ヤシノ・ベッケナー、お届けしましたのはギターのヤシでした。はい、ではまたお会いいたしましょう。